どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。石井ちゃんです。ではですね、第4戦目、徳川家康、じゃないです、豊臣秀吉です。僕の頭の中で都で始まる武将徳川家康、豊臣秀吉ってもうごっちゃになってるみたいなんで、今後もどんどん間違っていこうと思います。ではですね、前回まあ鹿之助の探索、ザビーランド閉園中と、あとはこうドラマルートの加賀国境と、研磨不足の美っていう2つあるんですけども、ドラマルート、今までの見てきた、感じだとドラマルート行くとストーリーが全くドラマがないんですね。全くさすがにやっぱ徳川家康、豊臣秀吉、織田信長あたりはちゃんとやっぱもうみんなが周知の事実、史実があると思うんで、ドラマルート行ってもまあそれなりのドラマはあるんじゃないかなとは思うんですけども、まず一つこのステージもう一回やったんですよね。だっていうのと、あとドラマルートをちょっとあんまり信用できない、あとこのステージ初めて見たっていうのと、お尋ね者が出てきたりいう理由で今回はこちらにしようと思います。その前にですね、バサラ屋であれを買っていかなきゃいけないですね。お尋ね者探し、ちょっと5000両かかっちゃいますけど、これをまあ2個ぐらい買っとこうと思います。ほいは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 い。でここでセットして、これですね。では進軍、今日目つむって移動してますね。さあどんなステージになるんでしょうか。まあ、いきなりこれかよ。名もなき剣の脱石よ、刑のすべてを振り絞り、それを磨いてくれたまえ。お前よく入れたな、ここに。このような場所で貴様に出くわすと。しかももうちょっと風魔小太郎を先に、剣より選ばれし者よ。もうこいつを武器にするっていう。お前の部下、おいこいつか、お前の部下こいつか、どうだ部下で殴られる気持ちは、おいおい、どうだ上司で殴られる部下の気持ちは、おい、いや本当にもう覇王ですね。でこいつを武器にする。何バカ者が。さてこの風魔だが、なかなかのものとは思わないか。いやいい部下だよ。ここまで磨き上げるにはそれなりに苦心した。いや磨き上げたのは北条だけどな。北条の傭兵だったのを、なんか某からいきなりお前の部下みたいにしてっけどな。それどうかと思うよ。うわちょちょちょ、ハンベ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 、お、ハンベやっぱかっこいい。お、これ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 、見た、これ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 、そう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 、俺がやりたかったのこれよ。まあちょっと松永はちょっと後に後回しにするとして、ちょっととにかくあのスクリューパイルドライバーみたいなかっこいいんですよね。空中に打ち上げの、これどういうコンボでつながるんだろう。これが、お、よー、かっこいいこのコンボかっこよすぎる。え、死んだ。ご苦労、風魔。今は傷を癒すといい。もうちょっと松永優しい。やばい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 よ。癒さる風魔。より企画に迫るのは。分かった、これ。通常攻撃の2発目でこれだ。よいしょ。うい。これ。うい。うい。うりゃ。うお。うお。これはいいね、すごいぞ。私は見込んだ通りのイスプレだな。いや強いな。でここで掴む、あそれ無理か。その命を持って、でここで掴む、我が国の礎。いや強いよマジで。うお、なかなかやるじゃないか。だがわしにはかなわん。確かね、空中攻撃ができないんですね、こいつは。これで死んだらウケるな。
おお、100年の地の未来が見えているか。こいつかっけえな。次はぜひケレンにもなき佐々木の場にて会いたいものだ。今回こういうなんか一発勝負みたいなステージなしの勝負だけって多いですね、武将との。いやー、いい勝負でした。かっこよかったです。あ、今回も足軽ドラム止まりですね。持ち直したように見えるが、体はどうだ我が友よ。ああ、平気だ。元より少し疲れが出ただけだからね。やっぱいい声してますね、石田さん。ならば答えてくれ、我が問いに。近い将来、我は覇王となり富国強兵を実現する。だが我とていつの日か滅ぶ。我なき後、実現した体制をいかにして保つべきか。秀吉、何よ。知っての通り、我は愛を求めに、そばめを置く気もない。そばめ。ゆえに将軍家のように血をつなぎゆくことはかなわぬ。万一跡目争いが起これば、全てが水泡に帰すか。君らしい最もな懸念だね。確かにな。少し考える時間をくれないか。取るべき道はきっとある。それを示したい。いいやつだな、いい友達だな。まあ、やるのは秀吉、考えるのは半兵衛っていうね、普通逆だと思うんですけど、なんかそんな感じみたいですね。さあどうしましょうか。ちょっとまあいけるとこまでちょっとやってみましょうか。今回は前回ちょっと短いステージだったんで。鬼ヶ島に乗ってやってきました。なに、超速壁軍。もしかしてこれもあれかな、二人と戦うだけかな。そんなことないよな。誰かがいるみたいですが。まさか地下といえば。なんてこった。ま、迷子じゃ。迷子かよ。まあそれ迷子にもなるでしょうね。お、毛利。年に一度の花の催しが。あ、毛利負けちゃいましたね。出陣を確認。いや、もうあそこ行かないですよ。ここ行かないですよ。胸が高鳴り。もう行かない行かない。胸高鳴っても行かないですよ。お尋ね者がいんのか。でもまあ、あ、なんかこの加賀のところがドラマルートではなくなってますね。どうしましょうかね。そうだな、じゃあちょっと面白そうなんでここ行ってみましょうか。はい、ちなみに今レベルはどのぐらいいってるのかな。あ、レベル16のままですね。まあボス戦だけだったんでなかなかレベル上がってないみたいですね。でちょっと途中で切っちゃうかもしれませんけど、行けるとこまで行ってみましょう。おい、日の元を結んだこの小生の穴道。いいか、この穴道はな、南は入り表から北は蝦夷まで。よく知ってるな。お姉さんが語り出した。こりゃ長くなるぞ。よいしょよいしょ。野望を抱いて何か。手をつけられ穴蔵暮らし。小生だって群雄割拠の溢れだぞ。全然なんか動けないみたいになってますけどね。普段は動けるんですけどね。お前さん、どこから入った。出てけ。ここは私たちが汗水垂らして掘った穴道だぞ。いきなりこいつか。ちょっとやばいやばいやばい。ちょっと強いかも。
ここでは負けませんけどね。強制は強い。はい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 。わ、なんかすごい。どうした？いつもの君らしくないぞ。どうした？そいつはな、足と腕の骨が折れてたんだよ。なんだそりゃ。おお、待ってくれるな。強制は自由だ。いや、速攻追いつかれるぞ、あんな遅かったら。開門。あれが置きっぱなしだ。あれってなんだ。穴蔵広げたのが不運の始まりだったけ。もうずっと穴蔵生活ですね、官兵衛は。でもなんか地図を見るとちょっとなんか道じゃないですね、トロッコなのかな、なんかレールですよね。ちょいとこいつは面白そうではありますね。さあアイテムだけ取っていきましょうかね。こっちでいいのかな。おいおい、お、乗れそうですね。うん、黒田官兵衛を狙い撃て。おお、ちょっとこれは面白そう。なんて言うんですか、この穴道車、穴道車に乗って、黒田官兵衛を狙い撃ちながら進もう。赤い、火薬ダルを破壊すれば爆発で敵を倒すことも可能だ。なるほど、なんかワッシュワッシュしてますね。ちょっとね、豊臣秀吉こう、なんていうんですかね、ちょっと技がいろいろ派生するでバリエーションも多いみたいなんですけど、それがゆえにちょっとまだ使いこなせないんですよね。ちょっとまあ使ってて楽しいですけどね。え、乗った？乗っちゃった。来た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 。うおー、これすげえ迫力が。何これ。あっ、勘弁勘弁。これ完全にもうあれじゃん、うん、もうディズニーランドじゃんこれ。あ、え、なんだっけこれ、赤いの壊したらなんだっけ。あ、ここにいた、カメいた、カメいた。どこだどこだ。さっきカンベすげえパワー減りましたけどね。あれか、赤いダル壊すとその爆発で攻撃できるってことか。え、超面白い。ここなんか来た、やべ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 。え、どうする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 。どういうこと、これしょうがないってこと。だって今どうしようもなかったよね。マジか、乗ってたかった、もっともっと乗ってたかったよ。今頃天下を掌握してたかも。お、石ころ発見。うい、また乗りたいなーっていうか、もうあれ絶対あれしょうがないんですよね。行くぜ。はいはいはい、よし、ちょっと半兵衛にもあれさせましょうか。なんだこれ、え、なんだこれ、攻撃食らってるんだけど、あいつら仲間はね。あれですかね、仲間つ人間掴んで攻撃した方が攻撃力高いんですかね。いや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 、よいしょ。ちょっとハンベハンベハンベ、よいしょ。いや、まだあるんかい、よいしょよいしょ。わ、なんかすげえとこに岩ができた。あの岩の出し方もいまいち分かんないですしね。貯めればいいのか。これでどうだ。お、すげえ、あっちにできた。で、岩を
いやちょっと掴みたかったんですけど、人間掴んじゃいましたね。でこうですよ。で岩を砕きながら掴んで、これをもう自分の通常攻撃とする。いやこれやっぱ攻撃力高いっすよね。えちょっとまあ連続攻撃はできないんですけど、十字ごときと我を一緒にするの。いいですね。逆にこれか、これも攻撃力高いな。攻撃力ってこう範囲が広いですね。これもいいんじゃないですか。よいしょ、はい、ジンは落としましたと。いい感じですね。まだこれで持ち上げといて、これか。いいですね。よし、じゃあ行くか。こいつらはちょっとまあ一掃しながらの、次どこ行ったらいいんですかね。いやー、半兵衛のあの技好きだな。こっちですね。こっちも行けるっぽいけど、まあいいや。無駄には動かん。しかもこっからね、次は一本道じゃないっぽいんですよね。どうなるんだろう。これなんかありそうっちゃありそうな感じですけどね。木材が置いてありますね。こっち行けないのか、行けないのか、行けないか。ほい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 。恥ずかせじゃなくてまだ良かったと思うぜ、半兵衛さん。ではこれ乗ってきましょう。半兵衛、半兵衛、早く半兵衛乗らないと俺一人で行っちゃうよ。痛い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 。いきなり出てきますからね、これ。いや、おダメだろ、この線路内に入ってちゃう。やばい、引いちゃう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 よ。うおー、怖い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 。うおー、あい、なになになに、よし、ほい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 。ここか、どこだ。あ、ここでチンを落とさなきゃいけないんだ。落とすぞ落とすぞ、よっしゃ。あ、ちょっとお金とかも取りたいな。いいっすね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 。いやー、いいじゃんいいじゃん。これなんか、なんだこれ、ルーレットどういうことでしょうね。おーっと危ないよ、引いちゃう引いちゃう引いちゃう。どかないと危ないぞお前ら。いやー、上に宝物あった。また来て来て、これ完全ジェットコースターじゃん。なんでこんな仕様にした。お、開門。よいしょ。ここまであの道車を乗りこなせるなんて。お、降りた。伝説の超穴道車乗りだというのか。穴道車でいいですね、読み方は。いやー、これトロッコっていうかもう戦車みたいになってますけどね。さて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 、よいしょよいしょ。なんかね、空中からでも何か攻撃できた気がするんですけどね。これどうだ。あ、あ、あ、えぇ、真正面になってたらこういうことができるんだ。病の源を断たねば切りがないという。よいしょ。これは結構でも楽しいですね、使ってて。てかもうボスがいるんだよな、そこに。もう行っちゃいましょうか。ちょっと半兵衛にも手伝ってもらおう。この攻撃、このコンボいいですね。でこっち行けんのかな。ここも途切れてて行けないと。この宝物取ってきましょう。さてさて、もう時間もないので行きましょうか。てかな、陣が1個落とせてないのが残念ですけどね。あの真ん中のやつの陣落とせなかったんですかね。一応陣3つとも倒したと思うんですけど、倒せてなかったみたいです。
はい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 、じゃあボスのところに行きましょうかね。いや楽しかったですねこのステージ。散々な目にやりやがれ。あ、いたいたいた。これですよ、この曲。無言かよ。よいしょよいしょ。ちなみにこのスクリューパイルドライバーみたいな技って官兵衛がね3で使ってたんですよ。官兵衛の固有奥義で、で連続10回ぐらいこれができたんですよね。それをやられて、よいしょ、それをやられてどんな気持ちでしょうね、カンベイは。自分の技でちょっとあのこの武士、ちょっとこいつを掴んで攻撃させてもらいましょうかね。よいしょ、よっしゃ、危ない。ちょっとハメよろしく。っていうかあのなんか水がすごい綺麗ですね。やばい、うわ、ハンベハンちゃんよろしく。使っていきましょう。どこ行った。もうちょっとどこ行ったか分かんなくなっちゃいましたね。さあちょっと息を使ってここら辺の武将を倒しときましょうかね。ハンベまだ半分以上パワー残ってるんですよね。よいしょ、攻撃はゆっくりなんで弾き返しやすいですね。よいしょ、これでこうなんすよ、こう来てこうなんすよ。お前も食らっとく。こう来て、あいついていていて、行って、ハンベよろしく。こうしてこうっすね。あー無理か、こうや、あ遠すぎた。よし、この武器をいただいた。リーチも長いしな。それちょっとアイテム、あ、ダッシュできない。武器持ってるとダッシュできない。ちょっとおにぎり食べておきましょう、念のため。ちょっとこれ使いこなしたいな、この技。この空中スクリューパイルみたいなやつが使いたいんですけどね。とりあえずこいつを掴んでこうですよ。ふふお、すごいな。でこうこうこう、あっ、いって、いやもうほぼ無敵に近いぐらい強いな、マジで。なになに、やべえ、これこの技。あの技マジ怖いんすよ。ドーン、これで決めてやるぜ。よっしゃ、決まった。ついてなかった。へへへ、お腹いた。よいしょ、なぜだか自分に聞いてみたっていう感じですかね。いやー強いけど難しいっちゃ難しいですよ、使い方。さてさて、もうそろそろエンディングも近いんじゃないですかね。あー惜しい、14000ってことはここか、戦国大名止まりですね。先日の問い、道は見えたか、ハンベイ。はっきりとね。いいかい、
血脈だけがその魂をつなぐ方法。飛ばしちゃいました。一個信用に値する力を持つ者と信頼できる友を探すんだ。というと、あの力を維持しつつ時には思想の歪みを正せ。そんな二人を確保できれば代をまたいだとて安泰さ。誰ですかね、それは。力と友、それ暗に自分だって言いたいんですかね。満ちた心臓のある左には力を、それがない心寂しき右には第二の心臓たる友。秀吉、君は必ずやそれらを見出す。そして未来永劫日の本を守りゆく一族の系譜、その始祖となるんだ。ちょっと面白いですね。なるほど、それは一体誰なのかっていう。ドラマルート行かないと結構長いんですかね。おいおい、おい徳川軍が。関ヶ原にて我らを待ち受けている。いやおかしいだろ。見ました今の。おいやべえぞこれ。マジですか。最終戦、関ヶ原の戦い。おかしいっすよね。関ヶ原で豊臣とあの徳川があって、まあだとしても徳川はなんか事あるごとに関ヶ原に人を呼び出して力で痛めつけるっていう趣味なんですかね。にしてもちょっと最後の3ショットは、いや戦かつ入れて4ショットですかね、あれ結構エグかったですね。まあ逆にこっちはもう無敵なんでね、まあ、楽しみではありますが、では次回最終戦ですね、最終戦でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ではねー。